市村雅樹です本日は2023年の1月12日ですが、えー、2日前の10日にジェフ・ベックさんがお亡くなりになったという報道が入りまして切ないですね、うんえー、78歳細菌性髄膜炎っていうと、まあ、ちょっと調べたんですけど。 喉とか鼻にあった菌が血液の中に入ってってでその血液が流れてって、えー、脳みその周りにいる髄膜に到達してしまうと重症もしくは、えー、死亡してしまう場合があるっていうそういう病気らしいんですけども突然っていうふうに報道されているんでまあ長い期間ものすごく苦しんで亡くなったわけじゃないんだろうなと思うわけですが。 クラプトンより1歳年上で、えー、ドッド・スチュアートと同い年みたいな、えー、まあね三大ギタリストとして紹介されっていう地味ページとクラプトンと三大ギタリストって日本では言われてたんですけど「まあ、J」の文字が絡んでくる三大だと地味編になるっていう、えー、なんかね昔の70年代の頃のね明るくいきますよ。 こういう、ね、まあ言ってみりゃ4大ギタリストでええんちゃうのって思いますけども思いますけどもまあまあまあ、えー、ジェフ・ベックジミヘンドリックスリック・クラプトンジミペイジという偉大なロックギターの、えー、4大ギタリスト、まあ、ジェフ・ベックの来日公演は4回ぐらい見に行ったと思うんですけども最初に見に行ったのが軽井沢で。 サンタナと共演でゲストがスティーブルカターっていうスティーブルカターって言ってたからねジェフさんがねルカサーって言ってないからねルカターあれなんかテレビで真夜中にやったんだっけなそれで録画することができたんだっけな素晴らしいテレビのチョイスだよねっていうそのテレビ局さんにありがとうって思った記憶があるけど後から YouTube で見たんだっけ ものすごく、まあ、黄色いストラトをジェフ・ベックが持っててその頃から僕黄色のギターいっぱい買ってるんだけどとかおいで、えっとまあ、東京でその次に見たんだかちょっと記憶にあなんかねあの国際フォーラムもテレビで放映まる放映してくれてなんちゅうありがたいテレビ番組やと思ってた頃があったんですけどその頃になんか日本のテレビに出て久米宏さんがなんか変な質問をして。 えー、分かってねーなーみたいなことに政権がそうなったんですけどまあ分かってなくてもまあ別にそこまで言ってあげなくてもいいんじゃないのぐらいでその頃にね東京都内でジェフ・ベック見に行くよりも神奈川県に見に行った方が前の方の席が取れるってことに気がついて神奈川県民ホールってところにに何回か見に行きましたただしそのねあの、えー、今ちょっと思い出話になってますね。あの すごくいい席取れすぎて、えー、前から2列目のすごい右の方のスピーカーの真ん前っていう席が取れちゃって、ジェフベックは見えるんだけど、もう一人誰かギタリストがおるぞと。もう一人見えへんけどと。で、ドラマーも見えへんねと。ベースとキーボードの人は見えたかなあの、ジェニファー・バトン一切見ることなく。 <laughs> しかもスピーカー真ん前でものすっごい爆音で耳がおかしくなるみたいな、まあ、ジェフ・ベックは見れる角度だったからいいけどとかでその次も神奈川県民ホールでちょっと遅めにチケットを買うことによって、えー、中くらいの後ろののの PA 席ぐらいい真ん中辺っていうので、えー、見た記憶があるかなでその後に2015年にブルーノート・ジャズ・フェスティバルっていうのがあって。 メインがパッド・メセニーとジェフ・ベックっていうなんか野外イベントがあってこれはジェフ・ベックとパッド・メセニーが万が一共演するんやったら見なあかんと思って見に行ったんですがですがジェフ・ベックとパッド・メセニーが一緒にステージに立つことはなく「なんでやねん」じゃあなんでこの2人呼んできたんってまあまあジェフ・ベックもパッド・メセニーもそれぞれは よそれぞれぞう,うん。えー、あのね高校1年生の頃に僕は岐阜県岐阜市出身なんですけど「鏡原」っていう隣町の本屋さんに入ってこういう本見つけて「J ベック奏法」。 なんでやねんってジェフここはジェフって書けよってまあいいんすけどいいですけど,いいすけどこっちにジェフ・ベック双方って書いてある斉藤節夫さんというこういうものの分析をする第一人者的な方がいらっしゃってその人が書いてる本これは1977年が初版だからもうあの一応「ライブ・ワイヤード」とかが出てるあと。 ね、っていう本が本屋さんにありまして普通の本屋さんに楽器屋さんじゃなくてほいでパラパラって見て実はこの中に斎藤節夫さんがジェフ・ベックのギター奏法についてドゥワーって書いてるんですよ細かく上手に一個一個の奏法についてでそれが10ページほどあるんですけどまあ文章全体でいくと28ページぐらいあるんだけども それをね1時間ぐらい読んで本当は訳のわからんこういう音楽理論的なことの図版とかも書いてあるんだけどそこはどうでもいいんでっていう文章だけ全部読んでそれで暗記するんじゃなくて理解してあ「あロックギターってこういうテクニックで弾くんだ」って全部理解してその日家帰って全部確かめて突然一晩で僕ギターが上手になるっていうね。 まあこれ今思うとね1,000円なんていうの金額はねもう毎日でも買えるんだけど当時はこの1,000円が出せなかったんでまあ後々斉藤節夫さんにありがとうということで買いましたけどまあボロボロろっぼすけどねもう今はね。ねうんまあ、読み返してもいないかもしんないんだけども1時間本屋で立ち読みさせていただいて、えー「鏡原の本屋さんありがとうございました」。 昔って鏡原ってね「キッスのフィルムコンサートを見に行ったりちょっと変わってたよなあの隣町は。でまあまあ一晩で僕ギター上手になるっていう経験があるんですよ。で逆に言えば買わなかったから。1時間かけてその本屋さんで理解するしかなかったからもう完全に理解したわけよその10ページから20ページぐらいの。 内容ねあまたなんかギター教則の話になってきたえー、っと本題に移ります、えー、追悼ですジェフベックさんのアルバムで一番好きなアルバムどれですかアンケートですはい1枚だけまあ皆さんの各自のジェフベックに対する思いとか思い出とか、えー、そんなんを書いてくださってもいいですし、えー、ただしアルバムは1枚って決めてください いやどうしても2枚とかいうのなしで1枚あの,あのアンケート取れないんでっていうね、えー、でまあ「ハニードロッパーズ」とかね、まあ、その辺も入ってもいいです別に入ってもいいです、はい、ちょっとだけ見ていくとえー、っとねまあ,あの最初のロッド・スチュアートの時のジェフ・ベックグループよりも僕はボブ・テンチの方が好きなんでっていうのもあるんだけど これ一応東芝 EMI から出てるから、えー、いけない CD ではないと思うんで紹介するんですけど、えー、っと最初の「トゥルースとベッコオーラ」の2枚と「ハイホーシルバーランニングが入ってるっていう、えー、1枚の CD、ねうん。これ1枚でロッド・スチュアートの時のジェフ・ベックが網羅できてしまってるっていう悲しいようなありがたいような、えーまあ、最初に2枚ありますと「トゥルースとベック・オーラ」ね。 えーボーカリストがロッド・スチュアートじゃなくなったこの頃の黒い感じのねリズムブルース的なねところこれ,これってさまあこっちそのバンドで次に「ラフレディ」っていうのが出るんですけどこの2枚を本当は本当はシリーズ「チャーさん」ってこの2枚だよねってちょっと思うんですよ。 なんかチャーさんのインタビューでは、えー、ジェフ・ベックよりもクラプトンがみたいな、まあ、最初のギターを始めるきっかけとなったのは、まあ、3年かけてクロスロードを完コピしたって言ってるクラプトンさんだと思うんだけどチャーさんのののの音楽スタイルの基本ははこの2枚のジェフ・ベックだと僕は感じているんで,すねで,でチャーさんがね、えー、まあ別にジェフはそんなもんだけどさみたいなこと言えば言うほど「あこの人ジェフ・ベックが好きなんだな」って。 えー、その2枚ですと。あ違うかこれ。順番違うか。ラフレディー最初か。ほいでその次がジェフ・ベックグループになったんだっけだっけな。まあこの辺僕は完全に後追いなんでこっちがジェフ・ベックグループこっちはラフレディーということで投票してください。なんかスーパーグループ作ろうとしてたんだけどポシャっちゃってそれでバニラファッチのティム・ボガードとカーマイン・アピースで 3人で本当はポール・ロジャースをボーカルにしようと思ってたっていうでもポール・ロジャースとは決裂したと、まあ、ある種決裂してありがとうってちょっと思わんでもないんだけども僕トリオバンドが大好きなんで BBA はめちゃめちゃ好きなんですけどでこの BBA がスタジオ版が1枚あってこれがね当時一応物議は醸し出したんですけど「ベック・ボカード・アピス・ライブ」っていう日本のライブ版。 日本のライブもで武道館なのかなと思いきや大阪高生年期のこのアルバムめちゃめちゃ好きでであの当時は「音が悪い音が悪い」とか言われてたんですけどえ違うよってこれが本当のなんかこう、あのー、会場でカセットテープで録音したかみたいなこのブリブリ感はめちゃめちゃラウドであの臨場感があって本当 本当にそこにいるような感じになるめちゃめちゃいい音だよって僕は思ってるんですけどまあ結構まあ別にカーマン・アピスのボーカルは、ね、ドラム叩きながらあそこまで歌えればいいんじゃないのとそしてまあ意外とボカーとかすっげー高音のハーモニーを歌ったりなんか「やあ」って叫ぶ声とか <laughs> ジェフベックは歌わなくていいっていうところがトリオバンドなのに。 そうするとクリームとかチャーさんのスタイルととはちょっと違うみたいな、ね、これはだからカマン・アピスとボカードがいたからトリオができたっていうね海外では最初発売されてなかった日本のライブアルバムまあ僕後に、まあ、東京の厚生年金会館も大阪の厚生年金会館もステージに立ったことあるんですけど大阪厚生年金に立った瞬間にねうわ BBA がライブやった場所やっってちょっと嬉しかった嬉しかったけどあのコンサートホールって客席からステージ見るとすっげえ遠いんですけどステージに立つと「地下」って,思うんですよ近って最終列ものすげえ近いその辺じゃんみたいになんか意外と客席は小さく見えるんだなっていうのを思った記憶があります。 でまあ、まあなんやかんや言って BBA が終わりまして、えっとジェルベックは2枚アルバムを出したら、えー、そのバンドを解散するみたいな人だっていう言われてましたけども、えー、でソロになってブローバイブロー、ね、ギター殺人者かなり北島健司さんっぽいその逆逆逆ででですすすこれはねめちゃめちゃかっこいいフュージョンの始まりでもあるんだけど。 まあ一応ね僕はフュージョンの始まりはビリー・コブハムの「スペクトラム」っていうアルバムでトミー・ボーリンが弾いてるのが僕はフュージョンの始まりみたいに捉えていて、まあ、ジョン・マクラフリンとかもいたんだけどジャズとロックが近寄っていく瞬間のロック側から完全に近寄った作品っていうのが「ブローバイブロー」だと思いますよね。 この曲はいい曲しか,しか入ってないっていうか <laughs> ねねほいでその続編みたいなのが本当はワイヤードででワイヤードの方が世の中的にはこう明るくヒットした有名になったジェフ・ベックという名前を知らない人たちも少しだけジェフ・ベックのことを知ったきっかけになったのがこのワイヤードで,でその後にヤン・ハマーとライブ・ワイヤーあれこれライブ・ワイヤーっていうあれジェフベック クイズザヤンハマーグループライプっていうタイトルだっけあれライブワイヤーじゃなかったっけこれあれ BBA じゃなくてのライブ版ってことだもんねっていうまあ、アメリカ発売のライブ版としては最初のアルバムってのがあってまあヤンハマーさんは好きなんだけどもということでもあり、えー、ちょっとずつまあまあ。 プロデューサーというかねジェフ・ベックをうまいことをこう扱ってくれる人になかなか巡り合えないみたいなことがいろいろあったりアルバムのリリースする年数が、えー、少しずつ離れていくっていうかザ・アンド・バックこれはあれだっけスタンリー・クラークが入ってんだっけスタンリー・クラークのアルバムに参加してスタンリー・クラークもスターサイクルに入ってんだっけっていううん、よりフュージョン系の方に って言ったまあワイヤードの延長線ではあるとは思いますけど意外と今聞くとね結構いいよねっていうでで次がフラッシュですフラッシュ、まあ、このアルバムをねあのアンケートでベストワンっていう人はひょっとしたらいないかもしれないかもしれないみたいな、えー、ところにはあるんですけども、まあ、僕の勝手なあの思い出を 語るとこれ実は僕買ってませんこのアルバムはまだこの頃は僕はまだ20代だったと思うんですけど、えー、っと池袋にっ何の映画見たかは全然覚えてないんですけど30分前に到着しちゃって映画館の前にうわ時間余ったなと思ってまあいいやと思ってパチンコ屋さんに入って200円入れたら入っちゃって買っちゃって。 おおおおい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 と <laughs> 勝っっちゃったよ「どうするどうすると」とどん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 入りまくるとね開け開けチューリップ開きっぱなしですよとほいで20分ぐらい勝ち続けてほいでえと映画を見るかこのままパチンコ続けるかって思った時に、まあ、このままやってパチンコが結局ゼロになってねすってしまったら何しに来たんだっていう話になるから。 心を鬼にしてここでやめて映画を見に行こうと思って玉を持って引き換え所に行ったらこいつがあったんですよ。<laughs> 時代だよね。パチンコ屋さんに行くと景品にジェフ・ベックの LP レコードがあった。すごいことだと思いませんかなんでやねんっていう今から思えばなんでやねんけど。 でしかもジューベックかよっていうなんともっとまあねんだかわかんないけどこうドリカムとかドリカムはいないかその頃なんかもっとねジェフベックのアルバムがあるじゃないかとほれでその200円で買ったパチンコでこのアルバムを交換してもらってで映画館でこいつをお腹に持ちながら <laughs> 映画を見たっていう何の映画か全く覚えてないっていう。 思い出があるけどこのこれはね「まピーポー・ゲット・レディ」でロッド・スチュアートと久しぶりの共演してるっていうその曲そうだな今 CD で聴けばちょっとはいいのかもしれないななんかあの、うん、ねえライル・ロジャースがプロデューサーなんだけどまああまりにもねファンの方たちを待たせすぎちゃったからもうもう出しちゃえみたいななんか妥協的なが少しあるような気がしないでもない。 それで、えー「ギターショップ」っていうあれこれってあれか僕が知ってるギターショップはこのボール紙みたいなやつなんだけど今は自動車工場の自動車の,の裏っ側を整備してるかのようにギターを整備しているイラストのやつもあるよね。まあまあレッド・テッペリのイン・スルージ・アウトとはもう同じような感じだったと思うんだけど、えー、この話もねまた。 <laughs> すごいすごい思い出話なんですけどもえ、ま、LP レコードから CD に変わる時期世の中がの話なんですけどもまだ僕あのギターマガジンとかにも記事を書いてない頃で運送屋のバイトしてたんですよで物を運んでどっかに配達してこういろんなところを配達して置いてくるっていう運送屋にいて途中でどうして でも「トイレ行きたたくなったんですよ、ね、トイレ来て」と「そうだあそこにパチンコ屋があるぞ」って何、えー、だっけな溝の口っていう町だったかなのに当時は多少、ね、そういうとこがあったんでトラック止めてパチンコ屋さんに入ってトイレを貸していただいたと。で「ありがとうございます」と。でまああの店員さんに「ありがとうございますと」っていうわけじゃないよ。あの僕はなんてうのかなー そういうところでね、えー、トイレを借りた時にそのまんま黙ってスって出てくることができなくってあのこれって知ってますコンビニエンスストアで一番トイレが充実してるのはファミリーマートなんですよ他にまあ店名言いませんけどあのトイレがあるのにトイレ貸してくれませんかって頼んでも断られるコンビニってあるんだけどもファミリーマートはどこ行っても大抵ご自由にトイレ お使いいいくださいっていうところなわけでそういうとこに入ってトイレ使うと僕は何も買わずに出てくるってことができなくって必ず何かのデザートかコーヒーとかさ何かは買って出てくるっていう人間は昔からそういう小心者なんで、えー「パチンコ屋さんに入りました」と。でトイレを貸していただきました、えー、ただ単にそのまんま出ていくのは申し訳ないと思って200円入れたんですよ。 そうしたら、フィーバーしちゃって、あフィーバーしちゃった、フィーバーしちゃったと。えー、今は、アルバイト中です。配達中です。次の、次の配達先に物を持っていかないといけない時ですと。うわあ、フィーバーしちゃったと。200円ってことはさ、200円の玉ってのはあっという間ですから、あの、一発目ってことですよ。一発目でフィーバーしちゃって、やばい、やばい、やばいと思いながらも、 思いながらもまああの、ね、誰か近所の人にここあげますよっていうのもなんかこの人頭おかしいんじゃないかって思われるからまあいいやと一周だけこのこの周りだけ出したら帰ろうとねとあのもう一回行くじゃないですか角変が入ったりなんとかするじゃないですかしょうがないとしょうがないとまあちょっと何分間やったかは覚えてないんですけどもえー 2年ぐらい前に池袋で、えー「フラッシュ」というアルバムを入手したぐらいの玉になったかなぐらいのとこでやっとフィーバーは1回止まってまあ角編は入ってたかもしれないんだけどうんあかんと仕事中やと仕事中やと思って、えー、交換所に行ったら「こいつがあったんですよ」<laughs>。すいませんそれと交換してくださいつって。 で、えー、もらって帰ってきたってアルバムがこれでございますはい。でその次がクリフ・ギャラップが大好きで1回だけ原点に帰ろうとして、えー、ロカビリーをーやりまくったって18曲短い曲だから18曲やりまくったクレイジーレックスまあ、ある種ブライアン・セッツーに近い ところもあるしそれともちょっと違う,うなんだっけなんとかっていうビッグタウンプレイボーイズっていうバンドにジェフが入る形でレコーディングしたんだっけな確かまあまあ1回原点に帰るみたいなああその間に「フランキーズ・ハウス」っていう映画のサントラーみたいなやつもやってるけどこれを選んでくれてもいいですよ別に、はい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 。ギターショップ からクレイジーレックスまでがもう4年かかってるんだけどクレイジーレックスはまあ企画ものだとして考えるとその後に「フーエルスっていうこれがねもうほぼ10年ぶりぐらいのちゃんとしたアルバム10年間待たされたんかよ的なアルバムだったのがこれなんですけどもまあこの頃から今までの最後のジェフ・ベックっていうのは大体スタイルはまあ同じというかあのある程度固まって まあいつでもいつでも99点のギタープレイするよねっていう神の領域に入ってるとも言えるっていうかあとはだんだんあれだよねあのテクノっていうよりドラムンベース使ったりインド音楽のメロディー音階みたいなものをアームだけで音程を作るみたいなフレット使わずにスライドバーでやってるようなことを。 アームバーでこう音程作るみたいな恐ろしい世界に入っていくほいでこの辺からなんとなくスタンスみたいなのが出てきたからっていうところで「YouHatItComing」っていう自動車触ってばっかりの油まみれの手みたいなこういうジャケットそうだよねまあこの辺からこの辺までは結構そのドラムベースみたいなインドの領域みたいなねこれえ次がえジェフってやつジェフ。 これ割と3枚は方向性は一緒って一緒だよね著名なミュージシャンを使うんじゃなくてやっぱりジェフ・ベックですよといろんなミュージシャンが参加してで新しいことをちょっとずつやっていくみたいなあのあれだよねこう一人女性入れるのが好きなんだよね結果としては結果としてはねボーカリストが女性だったりベーシストが女性だったりみたいなので。 えー「ジェフ・ベック・ライブ・ベック」なんていうタイトルでしょうっていうねこれが「来日記念版」って書いてあるな「テリー・ボジョーとトニー・ハイマスのトリオ」「ベーシストがいないライブ」っていうこのあとだっけあの,あの女の子のベーシストを見つけたのはそうだっけでこの辺の2000年以降からはまあ なんかよくわかんないライブアルバムがポンポンポンと発売されていってどれが正規のアマゾンでジェフ・ベックとか言って打つともう訳のわかんない海賊版も全部出てきちゃうんですよねあそこは。だからどれが正規版でどれが海賊版なのかわかんねえよみたいなぐちゃぐちゃになってきた時代でね今はねその後に、えー、ライブ版の BB キングブルースっていうところでやったのが。 あの女の女子がベーシストだっけで「ライブベック06」とか「ライブベック3」とか「2」はどれやねんっていう話になってたりとかで「エモーションコモーション」っていうのとでその後にまたあれなんだっけあれはレスポールがトリビートライブだったっけみたいなのとかでその後にパッド・メセニーと一緒に来日した頃にまたライブ版が1枚出ててほいで「ラウド・ヘイダー」っていう。 覚醒器をメガホンをメガホン拡声器ものを置い,置いてる写真のジャケットとかが出てその辺の後期の方は僕はちょっと買ってませんけども。ということで、えー、ジェイベックさん追悼で、えー、皆さんの好きなアルバム1枚あの思い出は何かってもいいんで。 ただしアンケートとしての一番好きなアルバムはこれですっていう1枚あげるってことを忘れないでください去年1年間でこの YouTube でいろんなアンケートをやってみてでまあまあ面白かったんですけどもだん,だん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 ネタが尽きてくるというかコアな質問になっていくと参加者さんの人数がちょっとずつ減ってきているなっていうのがあったんで、えー、どうしようかなと思ってたんですけどもまあまあ 今年になってジェフさんの訃報が入ってきてしまったので、まあ、アンケートをやってみようとちょっと思いましたと。でジェフ・ベックってね日本人気はすごく高いし大事にしてたとは思うんですよ。まあ、来日回数も意外と多いじゃないですか。ね10回以上は来て10回どころじゃないかもっと来てるかすんげえ来てるじゃないですか。でもちろんねアメリカとかイギリスとかイタリアとかでもいろんなところでライブはやってるけど 前に僕が千葉県のとあるなんとかランドっていうところでギター弾いてた時にシンガーがアメリカ人だったんだけどまさきは一体なんていうギタリストが好きなんだいエリック・クラプトンかいって聞いてくるから「いやジェフ・ベック」って俺が答えたら「誰だいそれは」と。はってそのま そい,そいつはあのー、アメリカのナッシュビルのカントリーシンガーでお兄ちゃんがカントリーシンガーで有名な人なんですよ。それの弟なんですけど「ジェフ・ベック知らないの?」って聞いたら「もう一回発音しろ」ジェフ・ベック」かけ「ジェフ・ベック」知らんって言うんやって。 でもナッシュビルっていうのはあのアメリカの音楽産業の中心というかカントリーミュージックを作っているから、まあ、ある種は日本に届く音源っていうのは一部っていうか、まあ、そこはいいやそこはいいや、えーね、でお兄ちゃんが有名なんですよそいつのお兄ちゃんは有名な人でしかもそいつ自身がねその後にオリビア・ニュートン・ジョンと一緒にアルバム作ったんですよ。 その辺にあるけど、ね、見せないけどね見せないけどね <laughs> うんそいつがねジェフベック知らないっていうんだ,よだからそのまあね歌を歌ってシンガーとしてこう東京に来ていると東京という名前の千葉県に来ているとねそしてカントリーソングは歌うと、ね、でもギターミュージックに興味があるわけではない ジェフ・ベック知らん、ホゲーって思ったことがあってで彼からすると「日本人はクラプトンが好きなんだろう?」みたいに僕に質問をしてきてるっていうことではあるんだけどもまあ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 それも一つのジェフ・ベックの思い出の一つかもしんないんですけどもということで皆さんでジェフを追悼してご冥福をお祈りしながら。 皆さん個人個人のジェフに対する思いを皆さんで読んで自分が書くだけじゃなくて他の人の書き込みも読んで、ね、で共有してご冥福をお祈りしたいと思いますよろししくお願いします。